皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も大盛り旅荘デラックスで遊んでいきます。さあまずガチャ回しましょう。今日もお違いですね。お、木星、火星何星ですかね。あ、火星、燃える火星チャリ、かっこいい。さあでは今回は火星チャリでいきましょう。でグランプリモードを結構進んだんですけど、5000メートル超えたらデラックス2とデラックス3の EX バージョンが出ましたね。こちらはワールドツアー2の17-5以上だから、あ、これ全部クリアしないと次出ないってことですね。さあではステージ15ですね。アテネ行きましょう。15の1、ポリスだけど警察じゃない、首都ポリスストリートぞ。さあ昔習いましたね。そういえば世界史ですか。私日本史を専攻してたから世界史は詳しくないんですよね。おっと、小鳥ちゃんが、あ、チャリが、赤チャリちゃんがいらっしゃる。見にくいんですよね、あの赤チャリちゃん。しかもいつの間にか飛び出てる時ありますよね。飛び出してるというか湧き出てる時ありますからね。よし、避けて踏んでと。あ、怖い。あ、段差が多い。危ない。あ、行き過ぎちゃった。お、なんとかなんとか。よーし。おー、メダルがある。ちょっと、あー、当たっちゃった。今の踏んだんじゃないですかね。踏めなかったですかね。ちょっと、審議したい。動画を一時停止して、なんか、スリザリオさんとか、マージスネークさんみたいに、あれですよ。どちらが当たったか、不可解な判定みたいな。さあメダルもゲットしてまいりました。ステージ 15-2、 ゼウスは浮気者、ゼウスヘラストリートと。あー、私が最初にゼウスさんの名前を知ったのはもうこれは有名なですよね、ビックリマンさんですよね。ビックリマンチョコっていう、今のよく売ってるあれですか、チョコのウェハース、中にシールがおまけでついてる。そう、ナロウ君の時代はこのビックリマンチョコさんがものすごく流行ったんですよ。私もそれでゼウスさん知りましたね。あとマルコさんとか。危ない。よーし。でもあれ、未だに持ってたらなんかすごい値打ちがあるみたいですよね。皆さんなんか持たれてますか？そういう値打ちがあるシールとかコレクションされてますか？あ、飛びすぎちゃった。残念。さあ、ゴール。最初にした鬼滅の刃さんのフィギュアとかですかね。なんか家に飾ってありますけど、動画も出ししたんですけど、よかったらご覧くださいませ。23巻単行本買ったら、あれですよね、ついてくるわけじゃないですけど、それ専用の特装版で購入しましたよね。まあ、妹ちゃんが購入したんですけど。なるほど。あ、落ちちゃった。確かお値段が5000円ちょっとぐらいだったと思いますね。まあそれでもすごい、あれですよね、売れ行きですからね。鬼滅の刃さんすごい。なんか危ない。ちょっと待って。ちょっと待って。もう一回ジャンプして。もう一回。お願い。もう一回。当たっちゃった。もう、コンティニューしますか。すごい。ここスイッチだらけ。さあ私も今度裏技、もう一回からやります。裏技というか小技ですかね。ちょっと一本だけおとりできるので、そちらも今度おとりしますね。動画を出しますね。いや、面白いですよ。まあこのやり方で合ってるかちょっとわかんないんですけど、まあ内容言ったらちょっと動画があれになりますけど、そう、ひたすらですね、ジャンプするっていうですね。え？何が？あ、トゲがあった。よーし。これでメダルゲットと。ちょっと見にくいんですよね。あの赤い自転車ちゃんも見にくいですし。よーくちゃんと見落とさないように見ておかないと。よーし。メダル3つと。なんか嬉しいですよね。3つともちゃんとゲットできると。さあ、ゴールですね。さあではこの調子でいきましょう。ステージ 15-4、 おいしい魚が食べ放題、
タベルナ食堂交差点前と。あ、最近食べ放題行ってないですね。焼肉食べ放題ぐらいですかね。あ、その前にしゃぶしゃぶ食べ放題行きましたね。美味しいですよね。また行きたいですね。そう、GoTo イートですかね。それで行きましたね。ポイント。これも妹ちゃんがしてたんですけど。危ない！あ、引かれちゃった。ジャストで。まあけど今、一時中断みたいですからね。コロナが増えてきてますから。いや、すごかったですよね。お得でしたからね。あ、すごい使い方もできたみたいですよね。あ、飛びすぎちゃった。あ、残念。お、なにこれ。あ、なにこれってか。今、普通にな、壁の中入ったから、裏道に行ったのかと思ったら、そういうわけじゃなかったですね。普通にやられましたね。さあ、ゴールと。でもなんかあってもおかしくないですよね。隠し通路みたいなの。チャリ操作で。さあ、ではラスト。ステージ15-5。お昼前後で挨拶が、合う？違う、挨拶が違うって書いてあるんですかね。字が小さすぎて見えない。南国の視力ではちょっと捉えきれない。さあ、これはなんか下から行けそうな匂いもしますけどね。隠し通路じゃない。隠しなんでしょうね。あ、下か、上の方が良かったですかね。メダルがどっちにあるか分かんないからですね。まあ、どっちも行ってみないと分かんないと。さあ、下はやっぱメダルなさそうですね。お、いた！ちょっともう。さあ、こっからやり直しますか。こうして、こうして、よーし。あ、やっぱ真ん中上でしたか。さあ、ゴールと。さあ、それではですね、今回の動画以上とさせていただきます。あ、ガチャチケット999で打ち止めなんですね。これ以上増えないってことですか。コインもじゃあ、あ、メダルも最大999ですかね。結構最近拾えてないですからね。ではですね、また次回の動画でですね、お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。